今回の船旅は茨城県大洗から北海道の苫小牧に向かう商船三井サンフラワー大雪、深夜に出航するサンフラワー大雪の最安値の部屋に泊まり船内を探検していきます。それではスタートです。おはようございます。今のね、現在の時刻が夜のね10時半ぐらいですね。ここですね、茨城県の大洗のねフェリー乗り場に着きました。はい、ここからですね、まあ、出発が1時45分ぐらいだったかな。なので、手続きとかねしていきたいと思います。ついてすぐね手続きしてもらったんですけど、もうすぐ、乗船できるみたい。10時半からかな、乗船できるみたいだったので、乗船していきます。それでは乗船している間に今回の旅路を説明しておきます。今回利用するのはサンフラワー大雪の深夜便で、茨城県の大洗港を深夜1時45分に出港し、北海道の苫小牧西港に同日19時45分に到着します。所要時間は18時間の船旅となっています。ちなみに苫小牧には西と東の2つの港があり、西は商船三井フェリー、東は新日本海フェリーの乗り場となっているので注意が必要です。それでは続きをどうぞ。入ってきたので、まずはね自分の今日の寝床からね行きます。ここかな。電源があって、ですぐ横に、ありますね、このクローゼットが。で、今日自分が泊まるのはここですね、29で、ここに1個コンセントがあって、下にでね一応明かりがつくのかな、つきましたね。で、ここになんか置けるようになって、で、後ろは荷物台って書いてます。荷物台が出るようになります。で、シーツがあって毛布があって、一応シーツは引いてあるみたいですね。上用で枕があって、で、下にも一応収納が2つありますね。で、あとこうカーテンがね、こんな感じでカーテンがあります。あ、エアコンも調節できるみたいですね。これか。ということで入ってきました。今の時間帯がですね10時50分ですね。今回もね自分一人かな、どうだろう、ちょっとわかんないんですけど、ということでですね、結構味がありますね船内。ということでちょっとね、回ってみましょう。一応船内のね至る所にね、このまあ言ったらエチケット袋、気分が悪い時に使うやつがねありますね船酔い用ですね。一応ね、共用部分のみ Wi-Fi がねあるみたいです。部屋は繋がらないみたいなんですけど、結構スムーズですね。テレビはですね、BS しかね映らないみたいですね。この
のサロンってなんだろう。ちょっとね、甲板に出てみましょう。ここね、一個下れます。広いけど、あっちには行けないみたいですね。こっち側行くと行けるみたい。一番後ろ側はもう入れないみたいですね。向こうになんかもう一席ありますね。ということで、ちょっと回ってきました。あとはね、また朝になってから回ってきたいと思います。今の時間がですね、だいたい11時半ぐらいですね。はい。まあ、あの1階が寝室で、2階がそういう共有の場所、飯を食べたりとかお風呂入ったりとかね、そういう感じでした。ということで、まあちょっとね、自分も落ち着いたので飯をね、食べていきたいかなと思います。今ね、深夜の1時前なんですけど、もうね、大体身支度が終わって、みんなもね、寝る準備ができたのかなと思います。乗船してから出港までね、かなり時間があるので、それまでにね、全部ね、身支度を終えて寝るっていう感じのスタイルになるのかなと思います。はい。で、乗ってる人はね、やっぱね、仕事関係の人が多いですね。そのトラックだったりとか。うん。ということで、今日はね、早めに寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今ね、8時55分なんですけど、いつものように朝風呂に入っていきたいと思います。今ですね、9時38分ぐらい、出港からだいたい7時間8時間ぐらいなんですけど、今ここですね、岩手県のちょうど横ぐらい、このぐらいですね。明るくなってきたんでね、外に一回出てみましょう。このこっち側に今見えてるのが岩手県ですね。おそらくリアス式海岸とかね、そういう感じだと思います。この陸側すごいですよね。雪が積もってたり、三陸海岸こんななんか壮大だったんだって。地図だとすごいね、ちょこちょこちょこって感じじゃないですか。でも実際すごい壮大ですよ。今ですね、9時50分ぐらいなんですけど、まぁ、ちょっとね、どっちつかずなんですけど、ちょっとね、あの気になる市販のご飯をね、食べてみたいと思います。14時24分なんですけど、青森県の横ぐらいまで来ましたね。この辺はめちゃくちゃ波が高くて、船がね、結構揺れてます。この辺はね、全部この海水がね、この辺に上ってきちゃってます。これ分かりますかね、このね、ガラスにめっちゃ水しぶきがついてるのね、全部海水ですね。波が高くてそれを切って進んでるので、すごいです。今ですね、結構ね、船体がね、揺れてます。出てると海水のね、水しぶきがね、すごい勢いで来ますね。なんかね、しょっぱいっす、マジで。今です
ね、15時45分ぐらいなんですけど、ちょっとお腹空いたのでね、カップラーメンでもね食べようかなと思います。なんかめちゃくちゃ天気が悪くなってますね。まだね、場所は青森の横ぐらいですね。晴れてきましたね。今16時半、あと残り3時間ぐらいなんですけど、この辺ですね、だいぶね波も落ち着いてきました。港が近づいてきました。今19時半ぐらいですね。ということで今回の船旅はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。